めっちゃ振ってる。そうで知らないカメさん。待って、これって、読んだ。おお、踏んだ。待って、ちょっと展開についていけてないところはあるんですけど、もらっていくぜ、もらっていくとして、この雨はあれなんですね、なんか止んだり降ったりするんですね。ちょっと、この辺とか、あ、何かが出てきた。あ、待って、これさ、そこのキラキラが、もしかして関係あるのかな。ちょっと、もらっていくぜ、もらっていくぜってして、よし、セリフ変わった。あ、コインが出てくる。あ、まだまだまだ。はあ、ゾウさんくれるの助かる。ゾウさんです。ゾウさんもらっていきます。で、お花取って、ピロレンからの、これは、うわ、ちょっと待って、これどっちが動いてる雨雲サイドが動いてる。まずは、このままもらっていくぜ。もらっていくぜして、フラワー開いて、あ、それワンダーの予感か。え、じゃない。待って。それさ、ゾウさんで咲かせるやつじゃない。ワンナップなんか。ハート、ハートもらってくれ。I love coin. Andrew. OK. 何一つ通じない。ちょっと待って。やばい、やばい。拾ってる場合じゃない。もうあの、残機99やのにさ、あの、何コイン拾ってやられそうになるのやめてくださいよ。ゾウさんゲットです。嵐の予感、行きましょうか。そういえばね、さっきから、あの、晴れたり止んだりしてたり、あとはなんかずっと雨だったり、みたいな。おー、飛んできたー、きたー、ビリビリ。おー、それは多分、まだまだ、これ、危ないやつじゃないですか。なんか奥、ちょっと目が見える。待って、そのキノコいらなかったかもしれない。待って、のこのこがさ、てかゾウさん、ゾウさんアタックってできてんねや。あ、でもこれ最強。てて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 てこれどうしたらいいですか。まだ見ぬワンダーを求めてちょっとやっていきたいんですけど、ここのステージ普通に見落としてた。なんかなんでかは分かんないですよ。なんでかは分かんないんですけど、今まであのね、ちょっとワールド1,2,3,4ってなんか進むときに、ちょっとせっかくなんで、あの知らないね、ちょっとキャラとか敵とかが登場するステージちょっと見ていこうよみたいな、そんな感じで見ながら、あのね、そう、あの必要なワンダーシード集まってもちょっと見てから寄り道してから進んでたなみたいな、そんな感じなんですけど、ここなんで見落としてたんだろう。なんか紛れてたんかな、なんか普通に素通りしたなみたいな、そんなところなんですけど、嵐の予感、土砂降り雲で雨のぼり、ここ行きましょうか。なんかそう、最近ちょっとね、もう涼しくなってきたんで、そう、夏場やとね、雨降ると涼しいなみたいな感じなんですけど、めっちゃ降ってる。ちょっと待って、知らないカメさん。待って、これって、読んだ。おお、踏んだ。待って、ちょっと展開についていけてないところはあるんですけど、もらっていくぜ、もらっていくとして、この雨はあれなんですね、なんか止んだり降ったりするんですね。で、これは、まあ、普通にノコノコとかと一緒ですよと、吹っ飛ばしてたね。はーい、はーい、天気はいいような、うるさいな、天気はいいような感じもするんですけど、雨は結構降ってますと。で、タイミングで雨が止んじゃうと危ない。じゃ、踏んじゃいして、やばい、水中でさ転がるとちょっと大変なことになるよ。で、ん、待って、そうなの。雨ってあんま飲んだことない。飲むことないよな。ので、その情報が、あ、海って涙の味がするんだね。そうなんですか。塩味、涙の味、あー、なんかでも塩分がってことなんですかね。ちょっとその辺はふわふわしてるんですけど、今のところ飛んでる。飛ぶっけ。なんかその飛ぶタイプののこのパタパタ、わかんない。パタパタか、パタパタやけど、あんな感じで飛ぶんや。ちょっとせっかくやからさ、いた、まずい。ちょっと余計なことしたらさ、すべて失った。ちょっと待って、もらっていくぜ、もらって、帰ってくる。え、そこの下ってこれかな。それを開くと水ちゃうわ、コイン出てきて、あー、なんか激流がありますよと。で、ここをなんとかする方法が多分あると思うんですけど、
なんか高いところに何かがありました。ちょっと待ってよ。こういうのって、あ、そういえば、あの、亀の甲羅ってあれなんですよね。なんかさ、ええー、って帰ってくんねや、さすがに。そのなんか、もっと泳いでると、なんかビート板みたいに使えるみたいなのが、あるらしいぞっていうのを今ね、そう思い出して、ちょっと試してみたんですけど、あそこのコイン何ですか？それ、どっか繋がってる。え、水流があって、なんか教えてくれへんかな、そこの人。ちょっと待ってよ。ヒップドロップするとなんかちょっと下の方にウィーってなったりとかなんかするかなと思ったんですけど、ダメみたいなので、なんかあんのかな。なんかでもあるとしたらフラワーだよみたいな、でもそんな感じだと思うので、ちょっとえこの辺とか何かが出てきた。あ待って、えこれさ、そこのキラキラがもしかして関係あんのかな。ちょっともらっていくぜ、もらっていくぜってして、あ、セリフ変わった。あ、コインが出てくる。あ、まだまだまだまあでも、さ、ノコノコがね、コインそのまま取ってくれるので、ちょっと見なかったことにしよう。で、フラワーを辿っていくと、ナイススイミングでコインもらえて、あれちょっと待って。あそこのやつ関係なかったの。こう、ヤッホーなんですけど、ということは、もっと前に何かを見落としてたのか、ちょっとその辺はふわふわしてるんですけど、あー待って、このタイミングが結構わかんないこれあれなんですね、なんかあの甲羅持ってる時だけ、この空間ない、甲羅持ってる時だけセリフ違うぞみたいな、なんかそういうのもいろいろあって、ちょっとなんか秘密がなんかいっぱいあるなみたいな、そんな感じはあるんですけど、ちょっと進んでみましょうか。で、中間来ました。こっちは何もないことを確認して、はぁ、あ、ゾウさんくれるの助かる。ゾウさんです、ゾウさんもらっていきます。で、お花取ってピロレモンからの、これはうぉ、ちょっと待って、これどっちが動いてる雨雲サイドが動いてる、まずは違う違う、これさ、え、ここはずっと雨ですか、わからない。あ、いた、そこのコーラーなんかさ、その人さ、ずっとなんかそのポジションキープして泳いでんの強いよなんかどういう思いで彼はそこをずっと行ったり来たりしてるのかみたいな。あ、これあれなんですね、なんかその水辺のなんか端っこに来るとなんか折り返すぞみたいな、多分そんな感じのキャラなので、そこの左端行くとこっつんこして右に泳いで行って、で一緒についてきてこっつんこするんやすごいなんですけど、すごいんですけど、かなりちょっと手強いので、ちょっと気をつけながら。で、そこの土管入れそう。これ欲しいです、これ欲しいです。コインくれるけど、なんか足場あるけどなあっちに、え、こ、わからない、待ってよ。で、どっちがその進むルートでどっちが正解かとかがね、ちょっとわかんないんですけど、このままもらっていくぜ、もらっていくぜして、フラワー開いて、あ、それワンダーの予感か、え、じゃない待ってそれさ、ゾウさんで咲かせるやつじゃない、ワンナップなんかということは、なんかでも右側は道になってたので、ちょっと待ってよ、多分進むルートだと思うので、え、ここって入れない、あー待って、なんかその土管あるよ、土管あるよ、ある、あー待って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 、そこになんかその足場とか出てくんかなと思ったけど、あ、入れるなんかちょっとタイミングが合えばいけるぞと。で、ハート、ハートもらってくる。 I love coin アンジュー OK 何一つ通じて、ちょっと待って、やばい、拾ってる場合じゃない。もうあの残機99やのにさ、あの、コイン拾ってやられそうになるのやめてくださいよ。なんですけど、はーってして、てれれれれれってして、おー、すごいいっぱいいる。亀、すっぽん。で、これちょっと下も気になるな。なんかこう、見なくていいところをちょっと、見なかったなってなって、ちょっと気になっちゃうよね。なんですけど、トゥルルルルピートゥルルルルルからの、ちょっとこの動きがね、手ごなんかちょっと高さが変わった
つ踊ってんかな。で中間ゲットして、あ、なんかありました、あれちょっと取っといた方がいいかな。ゾウさんがあります。ゾウさんゲットです。嵐の予感行きましょうか。そういえばね、そうさっきからあの晴れたりやんだりしてたり、あとはなんかずっと雨だったりみたいな。おー飛んできたー、ビリビリ。おー、それは多分、うーん、まだまだ、これこれこれ、あ、危ないやつじゃないですか。なんか奥ちょっと目が見える待って、そのキノコいらなかったかもしれない。待って、ノコノコがさ、っていうかゾウさんアタックってできてんねや。あ、でもこれ最強。これどうしたらいいですか。あ、そっちにある。欲しいです。もうボディでゾウさんの当たり判定でかいから、ビリビリ。あ、まだまだちょこちょこ取りこぼす癖になりそう。これさ、ちょっと飛んの早かったからさ、次のスタッフ来る。あ、ちょっと待って、わがしがなんとか多分さっきのスターが、まああのね、最後のワンダーシードまでちょっと保てるスターですよと、そんな感じだと思うんですけど、坂道があれば滑りなさいという神の教えがある。おお、舞台トゲトゲがいたえ、これはあそこからの、うーん、ほーい、流れ、あ、ちょっと待って、これそのままゴールしちゃダメよ。あ、待ってそう、雨さんよろしくお願いします。これ結構え届くよな。いや、そう、なんかあのさっきの流れを逃すとちょっと実は届かない高さだぞみたいななんかちょっと不安になったんですけど、なんとか一番上まで泳いでワンダーシード。いや、じゃあ、旗もしっかりもらいつつ、ワンダーシードももらっていきましょうと。これ、なんかそのね、あれ、別のキャラなんかな、そのなんかずっと雨降ってるクモさんと、なんか晴れたりやんだりするクモさんと、なんか違いがあったんですけど、なんか背景が晴れてると、晴れになるクモさんだぞ、みたいな。なんか、そういう違いとかってちょっとあるんですかね。なんか、ちょっと、ちょっと新たな謎が生まれてしまったところではあるんですけど、引き続きやっていきましょうか。